リンリンハローパラレール、リンリンパラレールのリントです。はい、ということで皆様、明けましておめでとうございます。はい、この段階ではね、まだ明けましておめでとうではないんですけれども、まだ動画を撮ってる時はね、なんですけれども、少し早く明けましておめでとうということで動画を撮らせていただいております。で、今日は、珍しく、V の体はなしで、ドラクエの中のリントちゃんと、ドラクエの中からお送りしようかなと思います。なので今日は、年末にね、販売されていた宝くじの方ですね、結果を見ていくのと、正月のクエストがあるみたいなので、そちらをやって、それをやりながらですね、新年の抱負をね、お話しできたらなと思っております。じゃあ、まず早速ね、もうすぐ後ろにいるんですけど、くじ屋のセレプさんにお話をして、もらいましょう。まあ、結果は実は知ってるんですけれどもね。はい。何個か買ってたので3等がね、当たりました。3等と、仕草ですね。まあ、これはいつも仕草のために買っていると言っても過言ではありませんね。さあ、何が当たるかな？お、竜の鱗、珍しい。あ、魔人の勲章。お、いいじゃない。じゃあ、ちょっと竜の鱗は、HP の理論値が作りたいんで、HP つくかどうかをね、やりに行きましょうか。その後に、正月のクエストやりましょうか。違う。アクセサリー屋さんの石。あとは正月のクエストをやってって形ですね。はい。で、一応、まあ来年の抱負とかもね、お話ししながらやっていけたらなと思うんですけれども、来年はですね、もう少し配信を増やしていきたいところですね。ちょっと配信のペースがね、落ちてるので、そこら辺をね、一応魔人の勲章、位置のやつはついてるんですけど、つけてみようか。あ、重さがついた。重さの理論値作る気ないからいいかな。まあ、レベル上がりますし、リーネさんの。そう、来年はね、少しでも、配信を増やして、そうですね。なんかついたね。何でもつけれるようが来たか。これでいいかな。そう、来年はちょっとペース増やして配信も動画もちょっといろいろやっていきたいなってところですかね。で、あとは、動画自体もね、ちょっと撮れるペースを増やして、ちょっといろいろと動画もね、アップしたいところでございますね。これ5が、攻撃力5ばっかりついてるのか。あ、HP2。2って理論値じゃないよね。理論値じゃないならつけません。攻撃力5のままにしときます。そうなので、ちょっとでもね、動画のちょっと、ものというか、いろいろアップできたらなと思います。レンドアからいけるんだよね、これね。そう、レンドア行く前にちょっとね、今装備がね、良くなって、ちょっとステータスのね、ご紹介もしたいと思います。そう、来年はそんな感じでご予定してます。そうそうそう。クリスマスにね、こちらをいただいたので、実はですね、私が理想としておりました、HP800、攻撃力、守備力、攻撃魔力が700以上という状態ができるようになりました。守備がもう少し上がって、あ、ダメだ、これ、守備上げるの難しいんだけど、守備が800まで行くと、一番私的にはちょっと旧大点かなっていうふうに思ってます。まあ、鬼神の眼光、出来上がってないじゃん。出来上がってないじゃん。正直、これ攻撃のままでもいいかなって思ってます。あと、ガナン帝国の勲章をね、できれば HP にしたいところ。まあ、会心ダメージよりは、HP かなーってところ。
ハルフォスできてるし、ハルフォスが、これがね、守備守備でついてくれれば、攻撃力守備で上がるんで、いいかなってところ。セルケットが、そっかそっか。で、HP と攻撃魔力と闇特技。もうほんと魔剣士仕様だね。で、魔剣士仕様なんで攻撃も、攻撃魔力も上がる。そして HP も上がる仕様にしてて、だよね。守備を上げられるとすると、守備上げるのはちょっと難しいかな。もう9大点まで達して、そう。守備も上がってるもんね。マックスだもんね。あ、ちょっと上げれる。こんなもんか、でも。まあ、怯えをもうちょっとだけ上げとくか、波動ももうちょっとだけ上げとくか、吹っ飛びも。でもこんなもんしか上げられないね。いやー、そうですね。守備も上げたいところ。守備は難しいな。ハルフォスで守備が2個ついたとしても、55の10でしょ ?10 だったら793? 793で7上げる ?7 の守備を上げるのは厳しいんじゃないか、これは。まあ、上げられるとしたら、いや、でもこれ上げても、あー、そっか。星3の装備買うと上がるよね。守備が。でも2か上がるの。2上がっても795?800いくのは厳しいね。厳しいね。言い方よっていう。まあ、やるとしたらあれか、片手剣持ったら上がるかな。うん。って感じかな。まあでも、結構9大点かなと思います。正直攻撃魔力の方にもうちょっと振ってもいいのかなって、ハルフォスじゃなくって、名前出てこない。名前出てこない。ハルフォスじゃなくって、こっち。アガレス。まあアガレスもちょっと、やっていかないとならなくなるんだけど、そうなるとね。でもそれでも30ぐらいか。攻撃高い方がいいかしらね。守備は変わらんって感じですね。っていうところでございます。そう、こちらがね、ちょっとご紹介したかったところでございました。では早速じゃあ、やっていきましょう。レンドアに行きましょう。レンドアどっち?南だったっけ?北だ、だ、ん?南か北かどっちだ?南かな?北かな?ちょっと北行ってみよう。はい。っていうところでね、ひとまずは、来年も、ちょっとまた細々とやっていきますので、よろしくお願いします。まあ、ずっと細々とやりながらもね、なんやかんや動画も600本ぐらいかな。600本ぐらい上げてるんで、まあ、ちょっとずつ。こっちじゃないね。こっちじゃなかったね。釣り浪士でよかったね。まあ、そんな感じで動画も上げてるんで、ちょっとまた動画をたくさん上げつつ。来年の目標はですね、まず、チャンネル登録者数が、まあ1000人いったら嬉しいんだけど、活動がね、そんなに多くできてないんで、なかなかそれはね、難しい話なので、まずは、600人ぐらいまでいったらいいかな。いきます。いきます、いきます。そう。まずは600人。行きたいところですね。で、動画も、まあ、毎週1、2本ぐらい。上げつつかな。来ましたね。いつもの、ところ。今年もあれやるのかな?日の出、日の入り的な、あれ。初日の出か。日の入りは違う、やってないね。初日の出あるのかな?あと今年の
あの、衣装もちょっと見たいところですね。正月の振り袖。どんな感じになるんでしょう。誘導係アム。ああ、あれか。あっち行ったりこっち行ったりできるようなやつか。今年の家具はどうなっている？あと、買ってない家具とかも見ていきたいところですね。あ、そうだ、これ、そう、フレがね、くれまして。そうそうそう、持ってたんだよね。ちょっとレプリカしてない家具を。これレプリカしてないね。これはレプリカしてるね。では、レプリカしてないこれを買って、これも買って、これレプリカしてないのか。お、レプリカしてない。持ったことはあるけど、レプリカしてないのがあるね。これもレプリカしてない。レプリカするよ。これはレプリカしてる。あ、これレプリカしてない。これもレプリカしてない。あ、これもだ。物自体はね、持ってたことあるんだよな、結構な。これレプリカしてる。あ、レプリカしてない。そう、いつ何時ね、ハウジングで使うか分かんないんで、レプリカを全部します。福笑いのやつは買わなかったんだっけな、そういえばな。倉庫圧迫ちゃんで、倉庫を、持ちませんっていう状況だったはず。レプリカ家具いいよね。レプリカしてね、一回しておけば、後でもね、やりたい放題なんで。あ、これレプリカしてる。あ、これレプリカしてない。ん？これレプリカできるね。たまにモンスターだとレプリカできないよって。これレプリカできないんだ、そもそも。レプリカできない家具はちょっと買いません。あと、暴れ駒犬はそんな使わんかな。オッケー、こんなもんでいいんじゃなかろうか？さあ、早速、上行きましょうか。福袋屋？へえ、そんなのあるんだ。預かり所。よろず屋？あ、これは持ってたことがあるやつだね。へえ、たこ焼きとか買えるんだ。でもたこ焼きってさ、もし買ったとしても食べるわけじゃないよね。使ったとして。こう食べる動作があるんだったら、ああ、そうだよね。食べる動作はないよね。こう、バクバクみたいな動作があったら最高なのに。さあ、上行こう。あそこにも道具屋さんがあるな。そこは何があるのかな？あ、絵馬か。と、あと、おみくじ屋さん？みくじ屋さん、何が弾けるんだい？吉！
おみくじは一回しか引けないと。大事なもの。吉。あなたの新しい年は吉。一歩引いて物事を見守るのもいいでしょう。ラッキー職業占い師。嬉しいぞ。占い師ちょっと嬉しいぞ。今占い師育ててるんですよ。ちょっとある企画に参加させていただいて、占星術師っていうのをね、いただいたんですよ。すっごく嬉しくて、あれが。なので、占い師嬉しいぞ。お、いいじゃん、いいじゃん。あ、はいはいはい。え、エマと花びらもちょっとやっとこうか？エマ飾りましょうか。エマか。んー、新年ね。ギョロメちゃんと仲良くなりたいね、より一層。うちの、フクロモモンガちゃんの。パチちゃんはね、すごい私に。懐いてくれる子なんだけど、ギョロメちゃんがなかなか懐いてくれる子じゃなくって、やっぱり威嚇するようなタイプの性格の子なので、より一層ギョロメちゃんが私に仲良くなってくれたら嬉しいなっていうのもあるんだけど、他にもあるよね、いろいろね。来年こそは、結婚したいしね。でも、簡単に結婚って踏み切れないなぁ。いろいろと、こう、今までのことがあると、難しいところよね。まあ、そもそも、その前に、ちゃんとした、彼女が欲しいな。ちゃんとしたっていう言い方あれだけど、まずね、ちょっとお別れしてしまったのもあるから、彼女も欲しいな、っていうところもあるよね。いや、でもな。いや、YouTube らしいことを言うならば、これじゃないですかね。チャンネル登録者1000人達成したい。これでしょう。もう彼女とかね、ギョロメちゃんと仲良くとかね、あとは5億円当てるとかね、そういう私利私欲はね、一回置いとかないと。5億円なんて当たんないしね、まずね。なので、そういう感じにしましょう。あら、青柳さん。あ、エマの使い方は大丈夫です。花びらはどこに使うのかな？花びらはどこに使うのかな？ああ、あそこ虎年になっている。あ、川に浮かべるのね。じゃあ、あっちの川も行ってみましょう。いやー、そうね、チャンネル登録者数1000人とか言ったら嬉しいな。もっといろんな人に見ていただいて、もっといろんな人と仲良くなって、もう、こうね、なんだろう、楽しくハッピーにしたいところよね。チャンネル登録者1000人流れてった。へえ、ここいいね。ちょっとピースピースピースあった。ナジンナジンナジンもこっち向いて。なかなか難しいかしら？ナジン？あ、ナジン向いた！あー、いいね！かわいい、ナジン！
かわいいな。ここって水何かできるの？あ、そうやって清められるのね。あ、いいわね。ナジーの写真撮れた。今年は年明けの時期にちょっと実家にいるんで、ここで年越すことはできないのかなとは思うんですよね。去年はここで年越しましたね、そういえば。懐かしいな。そう、去年は、またね、こういろいろありましたけれども、それはそれで楽しかった思い出なのでね、思い出自体をちょっと、アフロの人を、避けてくれないよね。あ、避けてくれた。ありがとう。ちょっとナジーン、映る？あ、映るかも。あ、映らないかも。これはナジーン映らないね。難しいね、ナジーンが映る。どこに行くの、ナジーン。ナジーン写真撮るのむずいね。ナジーン？ナジーンさ。ナジーンよ。こっちおいでよ。映ろう？映らないね。あんまり写真撮るのに時間をかけてしまうと、あれなので、やめましょう。じゃあ早速最後の本題に行きましょうかね。ただ、金塊手に入れたね。嬉しいな。お花の福袋が？お！シラフジェイロ！いいね！あ、深緑使うよ。あ、いいいいいい。全然いい。すごい、すごい名前の人がいる。やっちまった！さあ、バトルに行きましょうか？お！まず新作の装備を着てみましょうか。おお！ええやん！リントっぽい！ただ、捨てるけどね。ああ、いいね。まあ、これも捨てるんだけどね。え、どうしよう。マイコーデに入れるか。振袖のマイコーデを編集して、装備設定で、装備変更を、これを、こっちにしましょう。今年は。で、これにして、決定。これは入れ替え枠として持っときましょうかね。倉庫に。これじゃ寒い。うん。ここは入れ替え枠として倉庫に持っときましょう。こんな感じでね。では、振袖を登録した部位だけ切って、なんかちょっと回線が重いぞ。お家の回線大丈夫か？あ、大丈夫そう。にして、これを、これでファーをつけておきますか。あ、ファーの方が可愛いね。さあ、この状態でバトルへ行きましょうか。なんかバトルの時にね、バグがあったっていう噂ですね。噂の話だけ聞いてます。
これは強いでいきますよ。ヤーンさんはいつでもいるんだね。フレンチーは誰だ？フレンチーさんはどこのどなただ？君、海賊の人？海賊のクエストやってねえんだよな。マッドロック船長は海賊のクエストでチラッと会ったから海賊の人だな。フレンチーさんは会ってない気がする、まだ。そしてヤーンさんは今年もいるのね。ヤーンが強くなっている。倒しました。キャラ、パーティー仲間も、パーティー仲間というかサポート仲間をね。こうしましょう。ナジンがこっち向いてくれたら最高なんだけど。ナジン？ナジン？その位置ならいい。あ、それかわいいね。それかわいいね。マッドロック船長。マドロックか。タコロック。こんなキャラクター出てくるんだね。ヤーンさん。ちょっと待ってね。ヤーンさんはちょっともう一回聞きたい。もう年末か。早いもんだよな。今回は海賊のおっちゃんと姉ちゃんに来てもらったんだ。そういえばタコメットの野郎も意外と強かったよな。おいらも連れてって、耳にタコができるクラスが生まれたから、一緒に来てもらったんだけど、あの野郎の力もあって、面白い戦いになったから、結果的には来てもらって大正解だったぜ。あんたと戦えて嬉しかったぜ。ありがとな。戦いたくなったらまた来いよ。いつでもここで待ってるから。お前は来年もいるな。お前来年もいるな。それ。いやー、よかったよかった。倒せたよ、全然。いや、まあ、いつも倒せるんだけど。全然すごい強いわけじゃないんだけど。今年は海賊の姉ちゃんたちとっていう感じなんですね。海賊の姉ちゃん、おじさんたちとって感じで。お、ギュッとトラ。なんで29なんだ？肉？肉？肉？ 29？2000？ でも2022年よ、来年。とりあえずこれは全然カメレオンの傘にね、収納されるんで、やっちゃいますけど。ねえ、牛、トラ、ウ、タツミ、ウマ、ヒツジ、サル、トリ、犬。イノシシないんだ。犬、イー、ねえ、牛が。犬、ねえ、牛。ねえと、イノシシがいないのか。ネズミとイノシシがいないのか。その時多分私が休止中だったんだろうな。タツ、来年がタツ、トラ、タツ、ミ。馬欲しいな。馬欲しいけど、それまでサービスがやってるのかな？やってて欲しいな。これ川に浮かべると、いいやつね。まさかここでもらえるとは。ちょっともらえたので、もう一回、掲げてじゃないや。
お花をね、浮かべていこうかなと思います。なんか10分、15分ぐらいで、いろいろこうお話しして終わらせようかなと思ったんですけど、いろいろやってると30分かかりましたね。まあ楽しくね、ゲームできているということでございます。いやー、最近ね、ドラクエ楽しいですよ。私的には。いろいろありましたけど、楽しいことが大事かなと。チャンネル登録者1000人超えろ！はい。一応 YouTube のね、ことをね、言っときましょうか。さあ、お家へ帰って、最後記念撮影をして、お別れといたしましょう。まあ、今回はね、新年のご挨拶動画ということと、実はですね、もう明日から私は実家に帰りますので、動画をサクッと編集して終わらせる予定になっておりますので、この動画はおそらく字幕は入っておりませんね。ご了承ください。正月のど、仕草、なんか仕草あるかな？かわいい仕草。私これ好きなんだよね、ベストスマイル。あら、ストーブが、時間がもう少しで切れますよっていうのを言ってる。3時間の設定になってますよって。これ首埋まっちゃうな、この服。炎の友情ダンスが可愛いな。はい。あ、ウィンクしたタイミングが良かった。オッケー、取れた。よしよし。いいね。かわいいよ。これの服。ちょっとこの衣装気に入ったよ。紫だし、蝶々だし。リントっぽくてとても良いね。はい。ということで、新年明けましておめでとう動画という形で、本当に皆様おめでとうございます。皆様のおかげで、私この YouTube 続けられています。視聴者の皆様あってこそでございます。なので、もっと皆さんに楽しんでいただけるようにっていうのと、こういうなんだろうな、楽しく遊んでる私を見ていただいて、少しでもなんだろうな、癒しじゃないですけれども、楽しい気持ちになっていただけたりだとか、あとは、ね、このアホみたいにね、遊んでるやつを見て元気になってくれたりだとか、そうですね、していただければなと思います。ちょっと私もね、なんていうのかな、こう、少しちょっとね、センチメンタルな感じの話をすると、まあ、寂しい部分だったりとか、やっぱり、こう、心苦しいというか、まあ、そういうね、メンタル的にも弱い部分っていうのは、まあ、ある人間ですので、でもそういうのを、こういう配信だったりで、楽しくできてますし、皆さんが見ていただいて、こう、楽しく、ね、一緒にお話ししたりっていうこともできていて、とても感謝しております。なので、これからもこういう配信を続けて、拙い感じにはなっちゃうんですけれども、皆さんと一緒に楽しんでいきたいなと思っております。これからもね、皆様にこういう動画、楽しめるような感じでお届けできたりだとか、なかなか、なんだろうな、こう絡みが少ないので、何か絡めるような、企画だったりもやっていきたいなと思っております。ただ皆さんとね、交流しながらっていうのを、すごいこう、したいなって、最近よく思ってるところがあるので、そういうことも、できるように、今後していきたいなと思っているので、ぜひとも仲良くしてあげてください。そして、ぜひともね、YouTube のチャンネル登録、あとは Twitter のフォローだったりとか、まあ、インスタはほとんどやってないからいいかな。TikTok にも動画上げてるけど、TikTok もそんなにしょっちゅう上げてないからいいかな。とりあえず YouTube のね、
チャンネル登録と、ツイッターのフォローぐらいしていただけると、すごく嬉しく思います。YouTube の登録だけでも本当にしていただけるとね、励みになるので、よかったらよろしくお願いいたします。ということで、今回はなかなか長い動画にはなってしまいましたが、この辺で、終わりとさせていただきます。また皆さんとお会いできる、日をお待ちしてます。そして、たくさん、配信もしていこうと思ってるので、ぜひとも見に来ていただいて、一緒にいろいろ遊べたらなと思います。はい、ということで、今回は以上となります。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。ありがとう。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。